listening to Shibuya Cross FM。マジカルハッピー渋谷ラジオ。この番組は笑っちゃうのね。あの黒沢さん、ちゃんとやってもらっていいですか？ちょっと最初から笑っちゃったじゃないですか。はい、この番組はエルロン・ハバード著作、幸せの道を普及しているザ・ウェイ・トゥ・ハピネス・ジャパンの提供でお送りします。何？みんなどうしたの？もう大丈夫、笑わない。私、人が笑ってると笑っちゃうんです。笑おっか。はい、というわけで、今日も頑張っていきます。はいはい。はい、運営はナイスなピープルネットワークです。幸せの道はより良い人生の道しるべとしてサイエントロジー協会から推薦を受けています。さあ今月も始まりましたマジカルハッピー渋谷ラジオ。この番組のパーソナリティは大橋めりさです。はい、中村敦です。はい、そして黒沢愛理です。はい、この3人でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、始まりましたね。なぜ笑ったかというと、始まりはみんなでマジカルハッピー渋谷ラジオって言って始まるっていうのをもう何年もやってきてるんです。これ何年もやってきてるんですけど、大橋の息継ぎを吸ったっていうのに合わせてみんなで出すっていう、そうだよ、そう、そう、その通りですよ、はい、っていうのをやってきたんですけど、黒沢さん全然お外見てましたよ。僕も噛みました。そう、なんかね、外見てて、あーみたいなこと言ってたらマジから、忘れてたたびたび月1回だからなんですかね、たびたび大橋これ一人で言わなきゃいけないの、なんかみんな忘れててあってなってる瞬間が結構ある、まあ、うん、ちょっとあれだ、準備してなかったね。そう、びっくりしちゃった今。月1回のことですね。なんか皆さん思い出していただければと思いますけど、 100m 走で、はい、用意でお尻上げてないのに、うん、下ろしたままだったのに、うん、ピストルが鳴ったっていう感じだった。そう、今そういう感じ、はい、もうびっくりした。そう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 、よそ見してた、全然ごめんなさいね。ラジオ始まりましたよ。本当だよ、2人ともめっちゃお尻つけて座ってるレベルでしたよ。もう寝転がってた、むしろ今。びっくりした、立ち上がれなかったもん。はい、まあ、というわけで今日もね、この3人でお届けしていきたいと思いますけれども、はい、はい、9月なのに暑いですね。で今日はね、はい、ちょっと盛りだくさんなんで、はいはいはい、ちょっと焦っていきますけど。お、いい、いいですね、行、はい、きましょう。はい、まず季節の話題話すじゃないですか。はい、季節の話題話しましょう、うん、暑いですね、9月なのにね、秋じゃないですよ、まだ夏ですよ、うん、気分っていうかね、はいはい、そこはちょっとね、まあ皆さん季節を感じていただいて、うん、あのね、話したいことがあったの。はい、何でしょう。何処理水、はい、福島第一原発処理水、はい、はい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 、まあちょっとね、いろいろ風評被害だとか、うん、なんか勘違いによるいろいろね、うんうんうん、SNS 上で外国の方も加わっていろいろが、ね、なんか無言電話があるとかいろいろね、いろいろね、都庁にもかかったりとかしてるらしいんですけども、はい、それを、まあ、そのことを批判するんではなくて、はい、じゃあ処理水これは何かということをもう一回ですね、はい、確認して、はいはい、でこれを聞いてる方、見てる、はいはい、いただいてる方は、うんうん、ぜひお友達が勘違いしてた場合には教えてあげてほしいなと、はい、いうふうに思います。はい。はい、で、まあちょっと難しい話で、うん、なんですが、ちょっと聞いてみてくださいね。はい。はい。じゃあ処理水って何かというと、はい、まずまあ福島第一原発で、はい、原発が爆発して水素爆発してしまいました。はい、うん、それによって、うん、電源が喪失して、うん、原子炉が冷やせなくなりました。はい、そこに入っている燃料電池が高温になって溶けて、はい、何？貫通しちゃったんですね、はい、でそこに、まあ、核物質があるわけですよ、はい、でそれを冷やさないとまずいので、うん、水をかけてるわけですね、はい、で水をかけたり、うん、建屋が、はい、建物がもう壊れてるんで、うん、雨が降ってその水が溜まったりしてるわけですね、うんはい、でその水は危険な核物質を含んだ水になっているので、はい、ね、その時点では汚染水です、はいはい、その時点では汚染水、うん、汚染水ですね、汚染水、はい、うん、でそれを、うん、アルプスという機械があるんです、はい、うん、アルプスね、うん、アルプスは何かというと、はい、アドバンスド、はい、アドバンスドリキッド、はい、プロセッシングシステム、はい、って言うんですね、はい、でアドバンスドっていうのは高度なとかね、はい、リキッドは液体です、はいはいはい、高度な液体にするんです、はい、でプロセッシングは処理する、はいはいはい、だから処理して高度な液体にするんです、はい、そういう装置があって、うんうん、それを通すことによって、うん、
トリチウム以外は安全なレベルにできるんです、うん、だけど、うん、トリチウムだけは除けないんです、うん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 、でそのトリチウムが入った水をタンクに溜めてるんです今ブワーっとでも1000ぐらいタンクがあるんです、あまあそうですよ、うん、溜まっていきますよね、はい、でずっとやってると日本中タンクになっちゃうんです、だそれはやばいな、うん、確かにそうですよね、なのでその溜まった水を処理しなきゃいけない、うんうん、でその溜まった水を処理水って言うんです、はいはい、アルプスで処理された水だから処理水なんです、はい、ほうほうほう、さっきのは汚染水、汚染水、うん、処理されたものは処理水、処理水、はい、それで、その基準がですね、設けられていて、はい、ね、年単位で22兆ベクレル、うん、ベクレル、うん、22兆ベクレルに以下にするんですね、はい、で以下に そのレベルで放出するんです海に、はい、でその22兆ベクレルっていうのはどの程度なのかっていうと、うん、普通に雨が降ると年間220兆ベクレルのトリチウムが降ってるんです、はい、すでに、へえ、だからその10分の1なんです、はい、そのレベルなんですね、はい、でさらにそのたまった年間22兆ベクレル以下に放出、以下を放出するんですが、はい、さらに1リットルあたり、あ、ごめんなさいね、でその年間22兆ベクレルを下回るレベルっていうのは、はい、例えば、うん、これは別にその外国の原発で例えば、はい、49兆ベクレルを放出している原発もあれば、はい、ヨーロッパの方では1万兆ベクレルで放出している、うん、あの原発もあるんですね、はい、だから非常に低いレベルなんです、そうですね、うん、22兆って聞くとめっちゃ多そうに感じるけど、こうやって聞くと別にって感じですよ すね、うん、雨だけで220兆ベクレル、もっとですもんね、10分の1、もう今よ、そう、さっきやんだけど、そうなんです、なのでまあ、中国、韓国、フランス、いろいろですね、うん、原発があって、うん、かなりあのその22兆ベクレルよりも、うん、はい、多い処理水を、うん、放出しているのもあると、うん、特に日本が多いわけではないということですね、うんうん、でさらにその、トリチウムの濃度を1リットルあたり1500ベクレル以下に希釈してるんです、うん、薄めてる、はい、薄めてるってことですね、はいはい、でその1000、あの1リットルあたり1500ベクレルっていうのは、うん、WHO 世界保健機構で、うんうんうん、あの定められた基準の7分の1です、うん、あら、だから飲んでも大丈夫なんです、うん、へえ、というレベルなんですね、ほうほうほう、でそこまでやって海に流しているっていうことですね、うんうんうん、でさらに、それは IAEA 国際原子力機関ですね、うんうん、これによってもの基準よりも下回っているっていうことで、うんうん、さらにそれがどれだけ あのなんだ魚とかに影響するかっていうことも、うん、あの魚取って調べているので、日本のお魚は大丈夫です、うん、大丈夫です、大丈夫です、はい、大丈夫なんだぞみんな、なんか結局このなんて言うんですか、まあ、東日本大震災が起こってで、うん、で原発がやっぱり大変なことになりましたっていうのが世界的にもこう、まあそうね、放送されてというか、うん、報道されて、うん、やっぱり大変なことになってるから、そこの大変だったものを水海水に流すなんかありえないみたいな感じだけど、実際はこういうことが、うん、ちゃんと処理されてる水なんですよっていうことなんですよね。そうですね、まあ、それはね、でも確かに聞かないとね、知らない人も多いからね、うん、だからこういうなんかね噂話ではないですけれども、うん、人のね話というかちゃんと真実を知らずに背びれ、尾ひれなんですか、そうじゃないですか、いろんなものがこう付け加えられて話が大きくなってね、間違った情報でね、間違った情報でいろんな人がこう困っているというか、そうだよっていう状況が起きますよ、うん、起きてますよ実際っていう話ですからね、うん、それで人への影響の評価はね、はい、それ自然の放射線ってあるじゃない、ただ紫外線とか、はい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 、それの100万分の1から7万分の1なんだって、はい、だからまあこの夏やたらとあの紫外線に当たってしまった当たったよりも、当たったな、低いかもな、
今年も、今年も結構焼いたら、まあ、それはあの測定できないけどね、うん、まあね、というところまで、はい、まあ、やっているので、うん、あまりに、まあ、あの皆さん、過剰にね、うん、反応せずに、はい、まあ、もちろん、あの、なんて言うんでしょう、そういう数字を知らないと、うん、大変なことだっていうことになってしまうんでしょうけども、はい、うん、ね、うん、しっかりその辺は調べてもらって、はい、真実とともにね、うん、はい、あの生きていくと、はい、いうことが必要ではないでしょうかっていうことが今日のテーマですね。はい、はい、うん、というわけでね、はい、皆さんそんなテーマに関する情報をお寄せいただければと思います、うん、はい、この番組はみんなが幸せに暮らすことをマジで考えてみようという番組です。ぜひメールをお寄せください。宛先はマジハピアットマーク渋谷ドットモビです。今日もゲストの方4名来てくださいますから、皆さんゲストに対してもコメントメッセージお待ちしてます。それでは今日も元気にいってみよう。渋谷クロス FM、 まず初めのコーナーはこちら、マジハピトーク。はい、このコーナーはザ・ウェイトゥ・ハピネス・ジャパン代表の中村さんを中心に幸せの道に基づくフリートークを話していこうというコーナーになっております。はい、大丈夫ですか。というわけで、はい、今日のトークテーマが、自分の噂話で困らされた経験はありますかということをテーマにね。そうですね、はい、まあ、噂話っていうか、その、うん、真実とは違うことね、根、はい、ね、うんうん、も葉もないことなんか、うん、噂されちゃった流されちゃったみたいなことって、はい、うん、生きていくとね、確かにありますよね、 あるじゃないですか、なんか結構ありますね、うん、はい、というわけで気がついたら、え、何それ、はい、みたいな、はい、うん、というのをゲストの方に聞いていきたいなと思います。ゲストの方ね、お二人まず紹介したいと思います。モデルのジョーンさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。そしてモデルのアンポマナカさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはモデルのお二人と一緒にお話をしていきたいなと思います、うん、はい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 、みんなのハイで終わっちゃう、はい、はい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 、トークテーマについて喋っていきましょう、はい、トークテーマについてお話ししていきたいと思いますけれども、はい、なんかありますよ、困らされた話、困らされた話、はい、ジョンさんから聞きますか、はい、ジョンさん困らされたこととかありますか。私はですね、うん、見た目がいかついんですね。あら、皆さん見た目が気になる方はぜひね、ホームページの方でね、うん、動画もお届けしてますから、はい、まあ確かにとか言っちゃいけないかもしれないけども、はい、まあ確かに見た目がいかついんですね。ラジオで聞いてくださってる方にお届けするのであれば、半分金髪半分黒髪、ね、そう、はい、でてっぺんが立ってます。そうなんですよ声だけだとわからないかもね。そうですね、かわいい、意外とって言っていいですかね、かわいらしい声、そうで優しい声だから、そうなんですよ、ね、何がいかついのって多分気になった人ちょろちょろいると思うんです、はい、ちょっと唇の下にもね、はい、ピアスがこう喋らせてあげないのいかついんですけれども、その中身はまろやかで困ってるっていうことですね。困ってる困ってますね、よく勘違いというか、されちゃうんですね。その場合はあの中身が まろやかなのを、はい、あの見た目に近づけるっていうことはしないわね。しないですね全くしないです。はい、尖っていきますけど中身はまろやかですよっていうの、ね、そうなんですね、はい、でもね、確かにあの容姿って、まあね、うん、パッと見、うん、一番こう目につくものって、うん、人のと喋りやすいというか、うん、っていうのがあったりするので、うんうん、確かに見た目からすると、はい、ちょっとジョーンさん怖い人なのかもしれないねみたいな、うんうん、全くお話ししたことなくて、うんうん、見た目だけで言うとちょっとなんかね、私たち怒られちゃうかもしれないなとかっていうのはあるかもしれないですよね。それってなんかあの噂になっちゃうんですよ、いやジョーンさんってさみたいな、いやならみんな心の中でこう思ってる感じですね、あの怖そうみたいな、うん、あ、ちょっとでも触れてそうだよ、ね、やばいかもしれない、ね、はい、表に出ないからあえて厄介みたいな、そうです、ね、はい、なるほど、ね、そうですね、はい、まあそれはあるよね。でも実際はまろやか、まろやかで本当、まろやかっていうと どんな感じなんですか。おっとりしてるというか、あ、ゆったりしてるというか、ゆったりしてるトロい。ちょっと悪くなってる気がするけど、トロくないですよ。トロくないですけど、トロいはちょっと違うと思うんだけど。あ、そう。そうですね。おしとやかっていう感じですか。あ、そう言っていただけるとありがたいです。例えばそれって実際にはどういうところで出るんですか。この喋り方ですとか、確かに、そうですね。まあ
そうだね。そうですね。こうテンポとか雰囲気とか、ちょっと違う。ちょっと違う。想像するね。そうですね。確かにね、もっとこうガツガツ喋ってくるかなとか。おめえとか言いそうみたいな。なるほど。言いそうすごく。そうか、言わないです、言わないです、言わないです。 それですごくなんていうの、あの困っちゃったことってあるんですか。困っちゃったこと、で困っちゃったことというか、困っ、うん、でも話しかけてもらえないとかはあります。横に座ってもらえないとか、あ怖そうだからみたいな、ね、電車とかでも隣に座ったら何か言われちゃうかもしれないな、ね、もしかしたら思ってる人もいるかもしれない、まあ、中にはね、うん、そのくらいで、まあ、むしろ最初のこの滑り出し、見た目の滑り出しがすごく低いので、うん、怖そうって低いので、うん、ちょっとだけいいことをしただけでも、うん、すごく、あ、すごくいい人なんだあの人は、爆上がりするんだ。そうです、そうです爆上がりします。あ、いいことですね、はい、それはいいことだね。それは結構でも、うんうん、得してるかもしれないです、はい、ある意味ね、はい、うん、得してるかも。でもそう考えるとみんな見た目に惑わされてはいけないというか、しっかり人間の持った中身だということかもしれないですね、うんうん、でもモデルとして活動されてるという話を伺ったんですけど、はいはい、そうですね、やっぱりあれですか、こうウェイみたいなファッションが、はいはい、お得意というかどういうことでしょうか。ウェイっていうのはウェイみたいな、なんかそういう自分の個性というか、あ、そうですね、うんうん、それが多いです。なんかこだわりみたいなのはやっぱりあるんですか、活動してて。やっぱりロックな感じを出していきたいなと思っています。ロックいいですよね、はい、なんかあって言ってましたけれども、はい、なんかあの、はい、想像すると、はい、黒っぽいなんか、はい、ぼわっとした黒の、はい、よく着ますね。で、はい、でギターを持ってるっていう感じだね。ギターを持ってる、ギターを持ってる、うん、なんかあれですよね、今度イベント で、 そうなんです、ね、実際にそういうギターを持ってるイベントに出演されるというふうに伺ったんですけど、 すごいじゃん、はい、実際に弾きます。あ、はい、うん、ちなみにいつどこでしたっけ。ちょっとカンペ、おっと、カンペを、カンペを、そう、間違えちゃダメだからね。10月25日の、10月25日マジハッピードリームライブ、マジハッピードリームライブ、何やって、うん、中目黒トライで行われます。よしよしよし、これはもう行くしかないですね。行きたいね。そしたら、うん、いいじゃないですか、バキバキのロックのジョンさんがギターを持ってこうシャシャシャと、チャカ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 だった。一人でやるの。一人じゃないです、あのバンド形式で。ちなみに何というバンドで出演されるんでしょうか。朝日音楽隊、はい、朝日音楽隊、はい、注目していきたいなと思いますけど、はい、いいですね、ギターも見れますよ、はい、そうだね、直村さんの想像してたジョンさんが、ジョンさんが見れる、そうだね、うん、もう練習中です。いいね、うん、はい、いいですね。ちなみにそのイベントをアンポさんにも会えたりしますか。あ、はい、僕はボーカルで参加いたします。おー、ボーカルだ、ボーカルだ、同じグループ、お歌を、はい、同じです。あ、そうだ、 お歌を聴けるんですね、うん、一緒にやります。あ、ほんと、はい、でもアンポさんも基本活動は今はモデルさん、はい、そうですね、まだ、はい、初めて2ヶ月かな、うん、全然もう経ってないんで、もうモデルもね、初めてなんでね、もうね、うん、緊張なんですけど、もうでもそんな、何、初々しいって言っていいのかしら、初々しいお二人が見れるイベントね。そうですね、初々しい画面が見れます。はい、いいですね。じゃあアンポさんにもお話を伺いたいんですけど、はい、うん、なんかこの噂話とか困った経験とかはありますか。家族内なんですけど、うんうんうん、母親がこう割とこう心配性なんですね、はい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 、でこう、なんでしょう、やっぱりこう、もう高校3年なんですよ今、はい、やっぱこれからね、なんか一人暮らしとかするとか、恋人ができるとかじゃないですか、うんうん、はい、それでそうすると、なんか彼氏さんとか恋人を作って、家を出てくんじゃないかってこう言われるっていう。なんかそんな先のこと心配しなくていいんだよ。お母さんが、はい、親が言ってますね。それずいぶん先走ってるね。ちょっとでもドキドキしちゃいますよね。もうそういう、なんていうの、実際に今じゃあ付き合ってる人がいて、うん、ちょっと出てこうと思ってるんだよねって家族に言ってるなら、私も言ってないと全く恋人もいないんですよ。なのに先走って言われるんで、もう何ですかみたいな。しかも後から妹がいいんですけど、妹から報告をされるんですよ。お母さんがこんな、そうなんです、言ってたよって。
もう根も葉もないことを言われまくるっていう連続でも、お母さんは本当に心配性なの、心配性なのかもしれないです。裏返すがもう可愛いのよ、可愛いからそれだけ心配しちゃうの。もう怖くなります、何言われてんのかなみたいな。本当にお母さん変わってるね、変わってるって言ったらあれなんだけど、ね、変わってます。なんか結構、ね、職場でも不思議ちゃんみたいな風に言われてたことがあったりとか、タフなんですけどね、なんか割とこう変わってるところがあったり、天然だったり、結構いろいろあります、変わってるところが、まあ結構あれなんだろうね、うん、あの心配してるっていうか、そうならないでくれみたいなことを思ってるんだろうね。きっとね、そうなのかもしれないですよね。こういう風になると嫌だから先に言っといて、あなたこういう風にならないでねみたいな予防線かもしれない。ただね、世の中ね、それを心配しだすとね、本当にそうなっちゃうんだよね。そうなんですよね。まあ、わかります、わかります。お母さんも本当に心配するからやめて、あのやめてあげて。お母さん楽観的にそんなことはないと思ってた方が、うん、そういうことって起こらなかったりするから、言われすぎると逆なんかこう、逆に子供側からしたらその行動を反逆して起こしたくなっちゃうみたいなこともあるんで、そういうのが働いてね、うん、本当にそうなっちゃったりするから、うんうん、お母さんあんまり心配しない方がいいですよ。そうですよ、いるか分かりませんけど。そうですよ、みんな気をつけてね。というわけでメッセージを、ね、送っていきましょう。いただいたので、はい、紹介したいと思います。はい、はい、こんばんは、撮影会ではお世話になっております、ラジオネーム哲郎です、うん、ジョーンさんへ、この度はマジハッピーご出演おめでとうございます。ありがとうございます。緊張されてると思いますが大丈夫、きっと黒沢さんや大橋さんが助けてくれますよ、笑い頑張ってください。ありがとうございます。笑いが気になるわ。ありがとうございます。助けますよ、なんかあった時は、うん、頑張りますけど。ね、でも撮影会でお世話になっているというふうに、ね、うん、メッセージいただいてますけど、うん、お二人今度撮影会に出られるんですよね。はい、そうですね、初めて出ます、はい、その時。いいじゃないですか。お父さんは初めて。いつ何という撮影会に出演されるんでしょう。9月17日のパッションネ撮影会に出ます。はい、お9月17日、テレコム仙台駅周辺でやる撮影会ですね。はい、うん、お二人とも、はい、ジョーンさんもアンポーさんも、はい、アンポーさんも出演されて、はい、はい、ぜひ皆さんお越しください。はい、はい、そして18日、はい、その次の日ですね、18日はニューウェーブのスタジオ撮影会があります。はい、有楽町線の江戸川橋駅からすぐのゼロスタジオで行われます。はい、ぜひぜひご予約お待ちしております。はい、よろしくお願いします。見た目ゼロスタジオだ。ゼロスタジオ、ゼロスタジオ、はい、うん、ポップな、知らない、知ってんのかと思った。今知ってるのかと思ってびっくりしちゃった。そう、すごいと思った、ね、見た目ロックの中身まろやかなジョーンさんと、はいはい、ういういしいピチピチのアンポさんも来れますので、うん、はい、ぜひ皆さん参加しましょう。はい、はい、というわけでなんかなアンポさん、あ、はい、結構一発で見る人少ないですこの名字は。そうだね、なんかだいたいアンホとか言われますね、一発目は。この年だとさ、はい、昔のさ学生運動、ごめんね、アンポ反対みたいな、あ、時のアンポだよね。みんなうーんってなっちゃう。あ、なんかよく割とこう漢字のなんか綴りを言うときになんか安保条約の安保とか、はいはいはい、よくやっぱ電話で言うことが親はありますね。やっぱそこからパッと思い浮かぶんで、よくありがちです。ね、そうなんです。どういう近くのみたいな感じ。安全の安を保つだよ。私だけだ。安保条約。安保条約、そんな難しい言葉は私にはわからないよ。一発で分かるわね。そう、もう一発で分かるんで、それで通じてから言ってることが多いかな、親は。へー、中村さんはなんかあれ、噂話で困ったこととかありますか？僕ね、そんなにないんだけど、はい、あの小学校の時にね先生にね、噂話を立てられた感じ。先生に突き止めたわけじゃないんだけど、先生たちが僕とある女の子が付き合ってるっていう、はい、小学校あるあるな噂ですね。そうそうそう、これは。で、男の先生2人でお前ら付き合ってんのかみたいな、追い詰められたことあるの、それなんですかみたいな、こっちは。それは、でもその当時って言っていいんですかね、その当時からしたら結構おませさんですよね、今時の ね、なんか分かんないんですけど、小学生とかだったら、うん、なんかね、いろいろ早いのかなと思いますけど。早いです、結構。でも別に付き合っても何もないですよ。勝手になんか知らないけど、
それはどうしてそういうふうに思ったのか仲良かったんだよ、不思議なんですけど仲良く見えたんよ、うん、ある時ね、なんかね、あの職員室呼ばれて、うん、で なんだろうと思って行ったら、うん、男の先生2人だって、うん、結構怖いなんか、うん、あーはいはいはい、怖もてるな、うん、背もでかい、うん、お前、まるまると付き合ってんのかな、うん、って言われてさ怖っ、なんだろうと思って、うんうん、いいえって言った早いですね、いいえって何も言わずにいいえ、それしかないんですよね、確かに何かあった時というか、何か噂話が立てられた時はちゃんと違う時はいいえって言った方がいいんじゃないですね、いいえって言っていきましょう、はい、はい、本当の時ははいっていう、はい、そうですね、なんかその方が早いですね確かに、はいはい、というわけでここで DVD をご覧いただきたいと思いますが、はい、はい、今日は第何章でしょうか、あれ全然置いてきちゃった、あれまあ7章、第7章だよね、はい、真実とともに生きるように努めましょうということで、はい、人の噂話とかね、うん、で真実ではないことをまあ鵜呑みにしちゃうとか、はい、まあ、さっきの処理水をね、うん、汚染された水だというふうに言ったりとか、うん、じゃなくてちゃんと自分で調べて、うん、それで生きていきましょうっていうお話です、うん、はい、はい、それではご覧いただきましょう、どうぞ、はい、どうぞ、真実とともに生きるように努めましょう。間違った情報は人に愚かな間違いを犯させます。それは人が正しい情報を吸収するのを妨げることさえするでしょう。正しい情報を持っていてこそ人生に関する問題を解決することができるのです。ある人の周りの人間がその人に嘘をつくと、その人は間違いを犯してしまい、生存する能力は低下します。間違った情報というのは、学問、社会、専門分野といったいろいろなところで生じる可能性があります。多くの人たちが私利私欲のためにあなたに物事を信じてほしがります。あなたにとって真実であるものこそ真実なのです。あなたに情報を押し付けたり、情報を信じるように命令し、そうしなければひどい目に遭わせるなどという権利は誰にもありません。あなたにとって真実でなければ、それは真実ではないのです。さまざまな物事についてとことん自分で考え、あなたにとって真実であるものを受け入れ、そうでないものは捨てなさい。嘘で固めた混沌の中で生きていこうとする人ほど不幸な人はいません。害のある嘘をついてはいけません。害のある嘘は恐れや敵、妬みから生まれます。害のある嘘は人々を自暴自棄の行為へと駆り立てることがあります。それは人生を台無しにしてしまうかもしれません。それは罠のようなものを作り上げ、嘘をついた人も疲れた人もそこに落ちてしまうでしょう。人間関係や社会に混乱状態がもたらされることもあるでしょう。多くの戦争が害のある嘘から始まっています。私たちは害のある嘘を見破り、取り除けるようにならなくてはいけません。偽りの証言をしてはいけません。真実ではないことを事実だと宣誓したり証言したりすることは偽証罪と呼ばれ、重い罰を伴います。それは厳しく処罰されます。幸せへの道は真実の道に沿って敷かれています。続いてのコーナーはこちら、マチハピ渋谷ガイドのコーナー、
はい、このコーナーは渋谷にある素敵なお店イベントを紹介するコーナーです。はい、それで噛んだ渋谷調査隊長の黒沢さん、はいはい、お店の紹介お願いします。はいはい、今日紹介するのは秘密な焼き芋っていう、秘密の焼き芋、秘密、はい、秘密にできるかな。秘密の、秘密の蜜はあの甘い蜜の蜜の焼き芋です。みつみつしい焼き芋と秘密という言葉がまあかけられてできたお店なん、名前付けられた名前なんですけど、厳選した甘さの、紅はるかを使用していて、まあ、あの結構焼き芋屋さんに行くのって、まあ、なんだろう、そんな簡単じゃなかった、焼き芋買うのちょっとなみたいな、いう躊躇をする方もいるかもしれないんですけど、そんな、なんてイメージを払拭するような可愛い焼き芋屋さんになってます。で、まあ、看板メニューは熟成プレミアム秘密な焼き芋っていうやつなんですけど、皮まで丸ごと食べれますっていうやつで、定番の焼き芋をさらに寝かせて3倍以上の時間をかけて焼き上げてる焼き芋なんですけど、まあ冷やしても美味しいし、もちろん出来たても美味しいっていうのと、まあそれを使った干し芋だったり、あとはその焼き芋に生塩バター、塩バニラアイスが乗っかってるやつだったり、あとはまあ食べ物だけじゃなくて、あの焼き芋のそのストラップ、ストラップが売ってたり、バッグが売ってたり、イヤリングが売ってたり、ピアスが売ってたり、エプロンが売ってたりするんですけど、そう、買いに行こう。そうなんですよ。で、ここが、もちろん店舗でも、このお店自体でも買えるんですけど、オンラインショップもあって、まあ、オンラインショップだと、この何、生バターと塩バニラアイスが乗っかってるやつはちょっとないっぽいんだけど、普通の焼き芋と、あと干し芋、あとは各アクセサリーとかはオンラインでも買えて、あとはですね、あの Uber Eats とか出前館、ウォルト、フードパンダメニューのこの出前のサイトからも買えるみたいなので、まあ、ちょっとね、なかなか行くのが難しいなって方もオンラインでも、あと普通のその出前系でも頼めるので、まあ、いろんなところでね、皆さん食べてみてはいかがでしょうか。はい、それでは以上、アジハプ渋谷ガイドのコーナーでした。欲しいも好き、わかります、うまい、美味しいですよね。はい、続いてのコーナーはこちら、マジハッピーゲスト。このコーナーは素敵なゲストの方をお招きしてお送りするコーナーとなっております。はい、というわけでね、先ほどはお二人紹介しましたが、続きましてもまたお二人紹介したいと思います。はい、冬木龍さんと横須賀美由紀さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけで画面が豪華になりました。わーい、にぎやか。いや、年齢が上がりました、ね、すいません、申し訳ない。黒が多いからね。確かに、確かに、いやだ、黒ファッション、大橋黒着てんの珍しいのに、なんかみんな苦労してるんですよ。あー、確かに、うまいな、大橋さん、そこ行きたいな。はい、というわけでですね、はい、お二人にもお話を伺っていこうと思います。うん、はい、ふえきさん、今、歌手をメインにやられているんですよね。コロナで休んでましたね。うん、あ、お休みをされてて、うん、コロナかかっちゃった。いやいや、もうかからないために家に、はい、あ、ずっといましたね。大事ですね、はい、本当に。そうなると足がすごく大きくなるんですね。え、お、大きく、大きくなっちゃう。ゾウさん、太ももなんかもすごい、そうそう、そうか、やった。でも太りましたか。太りました。じゃあこれからコロナが明けてね、今いろいろこう世の中動くモードになってますから、うんうん、また、だから久々はすっげえドキドキしちゃうね。心臓が悪いのにね、なおさらドキドキしちゃう。あら、大変。じゃあ、あまりドキドキしないように手振ってくださってる方がいますね。どうもこんにちは。あ、男性でね。そう、今日というか渋谷クロス FM は外からね、見えたりするので、うん、そう、そうですね、うん、はい、ちょっと話して、最近はあれだもんね、はい、このスタジオの前通る人、うん、外人の方多いもんね。多いですね、観光客ね、なってますね。うん、もうコロナの時、一人もいませんでした。そうなんですよ、うん、スクランブル交差点なんて3人しか渡ってませんでした。本当に、ね、青になって3人、ね、本当にいいですね。渋谷もね、僕が4人目4人目ね。あ、もうあの光景もなんかちょっとなんか なんだろう、廃墟というか、うん、ほらなんか、そうですね、もう覚醒層があって、そのもうみんなダメになっちゃって4人しかいなかったみたいな、うん、やだ、そんな感じだった。そういう撮影するといいですね、そういう。あ、確かに、ね、あれは、まあでもね、こういろいろ活気が戻ってきて、今のね、マス的にもね、うん、そうですね、なのでね、楽しんでいきたいなと思いますけれども、はい、横須賀さんは普段どんな活動されているんですか。シンガーソングライターなんですね。シンガーソングライター、それで、
アホのように横須賀の歌ばかりを作って、横須賀の地域活性、はい、あ、そうですね、素晴らしいですね。この前もライブして、はい、やっぱりコロナ明けたんで、はいはいはい、まあ、それでもまだね今流行ってるみたいですけど、そうですね、また増えてきちゃったみたいなニュースがあったりしますけれども、ゆうさんと一緒にいろいろキャンペーンとか、うん、これから展開していく予定です。お二人で歌われたりとかもされるんですか？はい、もう女性客が多い時は僕が歌う、はい、男性客が多い時はね、あ、分けて、なるほど、ね、そうしないとね、お客さんが帰っちゃうんですよ。あら、嫉妬かしらそうかもしれません、嫉妬かしらキャーってなっちゃうのかもしれないですよね。大体そうですね、あ、やっぱり男性の場合はそうです。僕が歌うと大体帰っちゃいますね。って言うとなおさら帰っちゃうんですね。帰らないでみんな、男性がちょうだいよねえ、面白いもので、なんでだろうあれね、うん、僕はこれですよとか言ってもダメよ。なんかね狙われてると思っちゃうのかしら。そういや、そういうこと。はい、はい、一応あの10月には、はい、あの CD デビューします。おー、カラオケももう近々入る予定で、はい、頑張ります。え、横須賀の歌ばかりで。ちなみにタイトルは、どうしてテンテンテン、どうしてテンテンテン横須賀です。横須賀、横須賀、やった、横須賀ラブストーリーとか、はいはい、恋が愛に変える横須賀とか、もう全部横須賀ついてる。タイトルも必ず横須賀が入るんですか？横須賀が入ってます。もう横須賀愛がもう深いんで、昔なんか追いかけて横須賀じゃない、なんだっけ、なんかあった、ありますか、追いかけて、横浜じゃないですか。あ、横浜ですねすいません。ブルーライト横須賀はあります。ブルーライト横浜ってあるじゃないですか、うんうん、横須賀もある、横須賀もあるんです。ミケが歌ってて、あ、本当ですか、あとね、山口百恵さんがね、横須賀ストーリー、横須賀ストーリー、そうですね、だから私は横須賀ラブストーリーにして、割とあの辺あれですよね、歌になりますもんね、横須賀とか横浜のね、そうですね、やっぱドブ板があるからなおさらね、どの辺があれなんでしょうね、横須賀のなんかこう歌になるっていうかね、雰囲気なんでしょ、坂とか山が多かったんですよね。トンネルとかすごい多いんですよ、横須賀って。 あと海も、はい、たくさんそばにあるんで、ね、やっぱり海のそばとか、はい、やっぱ山の坂道とか、そうですね、ケンさんが言ってるじゃないですか、ケンさんの歌でね、トンネル抜ければみたいな、そう、三笠通りがあるんです。どうですか、三笠通りじゃない、ケンさん、何ケンさんですか、松平ケンさん、クレイジーケンバンド、あ、クレイジー、クレイジーですね、失礼しました。やっぱ横須賀が出てくる、暴れん坊将軍見すぎちゃった、はい、いいですね、時代劇も確かになんかちょんまげ似合いそうですよ、マツケンサンバ見すぎちゃった。あれは売れましたもん ね、あれはあのカラオケでちょうどそのシーンがいいんですよね、はい、女性のお尻をこう、あ、そうなんですか、かぶっと、あ、それはクレイジーケンバンドの、あ、ケンバンドの、あ、カラオケで出るんですね、ぜひ見てください、あのちょっとドキドキ、だからそれを見たいがためにかけてるっていう人もいるんですよ。男性は MV も大事かもしれないですね、確かに。というわけでお二人とも歌手で活動されてるということなんですけど、はい、今日のテーマが自分の噂話で押されて困ったこと、はい、というテーマでお送りしているんですけれども、あることないことを、はいはいはい、私はあの若い頃カルセル巻きに似てるって言われて、はい、であの店もやってたんですけど、はい、ママは絶対にミスターレディだよって言われて、結構横須賀ではもうやだみたいな感じで、だから開き直って、そうなの、内緒よとか言って、わざとあのお姉系に、でも本人はショックだったんですね。あ、30歳、30で店を始めたんで、その時はやっぱりミスターレディ流行ってたじゃないですか、あの笑っていい子とかで、知りません、大昔、ミスターレディがいっぱい出てたんですね、綺麗どころ、フリーとわかんないですよ、若さ、若い人ばっかりだもん、ちょっとごめんなさい、勉強不足で、世代が違うんだよね、そう、ごめんなさい、時代があったんですよ、はい、もう綺麗にもう女性の格好したお姉ですね、はい、今で男の人ね、流行ったんですよ、まあ、あのカルセさんはそのなんていうの、先駆けというか、う、ね、なんと表現すればいいんでしょうかね、あの時代大変でしたよね、あげてですよね、表面に出るっていうのはすごい勇気だった、青江のままですよね、最初はね、あ、なんか聞いたことある、僕がね、あのちょうどレッスン、はい、小林先生のとこ行くときに、はい、青江のまま来てましたね、あ、そうですか、はい、確かに有名です、僕はどっから来たの、なんか言われてね、ちょっと上手ですね
本当は。オカマのほら、オカマちゃんの歌歌うじゃない。だから冬木さんもちょっとこう、こっちよっていう。やめてって言うじゃん。上手だね。いや、何でもできないとね、食っていけないですよ。確かに、はい、そうかもしれないですね。まあそれはでも、勉強していかないと大橋も、うん、なんか非常にマイナスになっちゃったとかそういうわけではない。マイナスではないけど、本人はすごくそれ言われるのが、ね、そりゃ、いやね、確かにでもそうですよ、ね、ちょっとなんか面白おかしくじゃないですけど、うん、いじってっていうのが本人の傷にはなってたりとか、ね、でも表面はもういじられて、うん、あの笑わせてたんですけど、うんうんうん、でも本人はショック。まあ女性だけにいじられるのはいいよ ね、 ね大人の会話でございます。やだ、よくわからなかった。わからないよね。ふゆきさんは何か自分の噂話で困ったエピソードとかはあったりしますか？やっぱりすごくなんていうのかな、スケベ、やだやだって言われがちっていうか、ほうほうほう、あ、スケベなんでしょうとか、スケベらしいわよみたいな。でもあんまりスケベって言われると本当にスケベだからしょうがないよ。本当だ、事実噂じゃなかった。しょうがないかもしれない、うん、事実だから、うん、今だけどスケベっていう単語自体がもうないですか。ないですね。そうですか。久々に聞こえましたね。そうそうそう、あら、やばい。でも今なんて言うんでしょうかね。今は今でも通じたじゃないですか。スケベですね、エロい、エロい、ジュさんエロいって、そう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 、高校生が言ってるから、今時のことです。高校生高校生が言ってるから、ね、あ、僕のプロフィール書いてありますね。エロってエロあのやっぱムード歌謡なんで、あ、やっぱり余計ですね、エロく歌っちゃいますよね、うん、でもなんかちょっとあれですよね、きっとこのエロなのかスケベなのか分かんないですけど、ちょっとそういうオーラっていうんですか、うん、大人の色気がやっぱりこうね、うんうん、もう大事ですよね、色気は。そのオーラがエロいんですよ、うん、だからそこが良さなんでしょうね、古木さんのね。だからそういう風に言われちゃうんで、うん、やっぱファンクラブなんとかそういうキャンペーン行くじゃないですか、はい、そうすると、もうライブやってても、今度私が相手するからねとかね。あら、何の相手よ、将棋。そうなんです、逆にね、誘われちゃう。今度私がもらうからねとかね。何をもらうの、俺知らんもんかい、これ。モテモテ。いや、ちょっとね、もう十何年前ですけどね。いや、今でも大変ですよ。いやいや、今でもブイブイ言わせてるんでしょうね。なるほどね。多分ね、なんかこれもいけないでしょうね、きっとね。なんでしょう。はい。ちょっとメッセージいただいてるので、はい、いつ紹介したいと思います、うん、はい、こんばんは、ラジオネーム哲郎です。お、はい、噂話の輪に入ってあることないこというのは避けていました、うん、一つもいいことがないと思っていたからです、うん、そうだね、なので自分の噂話が耳に入ってくることもほとんどなかったので、困らされた経験も記憶にないです。なるほど。結構鈍感なところもあって気にしないように心がけていました、うん、というふうにいただきました。確かにこれはいいかもしれないですよね、うんうん、あんまりこういろんな人の噂話とかを聞いたりとか耳に入ってくると、うん、やっぱそれこそ言われてちょっとショックだったとかっていう方に行ったりとかもするので、うん、聞かないし自分も言わない、大事かもしれないですね、うんうん、芸能人はしょうがないですよね、うん、確かに芸能人はしょうがない、あ、まあそうかもしれない、ね、言われてなんぼですからね、まあそうかもしれない、確かに難しいところではありますよね、うん、言われたらちょうだいってこうね、まだ何ですかね、一人の人が言う分にはいいんですけどね、それぞれの人がなんか集団で作り上げちゃうことってあるじゃないですか、なんか学校でさ、確かにそれはあるかもしれない、一番怖いものですね、なんかそれがいじめに発展しちゃったりとかすることもあるし、それはやめようよ、ね、コミュニティで増えていっちゃうと困っちゃいますもんね、うん、でもそれこそ、まあ、芸能人だからっていうお話もありましたけど、 SNS が今これだけやっぱりすごいですね、すごくなってる分、うん、やっぱりやられてるんですか SNS、 私はたまにね、こういろいろあることないことじゃないですけれども、こういう噂があるよねみたいなのがどんどん広まっていったりとか、うんうんうん、ね、余分なことだったりとか、まあ、この年で iPhone 持ってますからね、2人とも、この年でって言われたら iPhone、 iPhone です、僕も iPhone、 いいじゃないですか、すごいことなんですか、いや iPhone、 持ってる人多いですよ、持ってる人多いですよ、ね、iPhone を使いこなすってこの年代は難しいですよ、あ、私はこなしてます、スマホデビューなんかする人でもこの年代ではそうですよね、なかなか難しい、結構近くの、はい、携帯電話ショップに行くと、
何でしょうか、高齢者の初心者教室やってるんですよ、3人ぐらい並ん で女の人がこうですこうですってやってる。僕の年代ですよ、あれ。いやでもなかなか使い方じゃないですよ ね、うん、僕もそうなんですけど、はい、あの小さい画面で全部処理するのが、うん、ちょっと結構きつい。あのちっちゃい画面が、ね、覚えればすごい便利なんですけど、その覚えるまでがね、うん、どうやってやるんだっけなとかなったりしますからね、昔もね、うん、字が大きいとね、少しずつしか見れないしね。そう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 、確かに拡大はできるんですけど、まだパソコンなんだら全部スクロールしてるからね、もうこんだけだからさ、うん、もう工夫する何これ僕もやるときはもう iPad でやりますよ、家でやる。そうでしょ、やっぱり。あでもすごいですね、 iPhone と iPad と両方ね、使いこなす、すごい分かる。それ、うん、パソコンも捨てるときダメですね。パソコン捨てるのお金すごいかかりますね。あ、デスクトップですか、大きいやつ。持ってってもデスクトップもノートパソコンも。あ、ノートもですか。あ、そうなんですね。6600円1台かかりますよ。あ、捨てるの。僕ハードディスクぶっ壊して見られて嫌だからって言って、うん、でやろうと思ったらハードディスクを壊すと取りませんだって。あ、そうなんですね、はい、あ、でも確かに持ってってくれない。あ、そうですか。パソコンはダメです。ダメですか。あ、横須賀は、はい、あのチラシがあって、はい、無料で一人行きますって行きますよ、横須賀は、うん、無料、パソコン無料。田舎だね。田舎だね。それ、そた方がいいかもしれないですね。あの、それチラシが入った時、うん、送ればいい。そうですね。捨てといてって取りに行けばいいですね。すいません、横道それちゃいました。でもいろいろなお話を聞いてきましたけど、うん、ちょっとね、せっかくさっき SNS というお話が出たので、うん、皆さんがやってる SNS 伺っていきたいなと思うんですけど、ね、はい、冬木龍さんは SNS は何をやられてますか？全部やってますけど、はい、うん、あんまり見るだけですね、うん、自分からのはあんまり。昔はやってましたけど、うん、でもそしたら次のライブ情報だったりとかイベント情報とかっていうのはどちらで見られますか？これからは出しますよ、そういうのね、はい、またやり始めるので、はい、やり始めたら、じゃあツイッターなのか X っていうのかな、Facebook とか Facebook とかをやられてるので、じゃあ冬木龍さんと検索していただいて、はい、ね、はい、横塚美幸さんはあれですか、TikTok、 TikTok やられてるんですか？見るだけ、あ、見るだけ、掲載はしてますね、はい、ちょっと怖くて。やればいいじゃんね。あと Facebook は、はい、ちょろんちょろんとやってます。うんうん、はい、横須賀さんの、うん、あの情報も Facebook で。そうですね。はい、うんうん、皆さんぜひこれからどんどん上げていかないと、はい、まだ少ないんで、うん。CD とかもだって今後ね。そうですね。ね、CD 情報とかもやっぱアピールしないと、ぜひそこでチェックして、はい。うちみんな揃ってますんでね、うちも。全部 LED からバッとこう当たる。あ、そうですか。僕らはこういうこと反射しちゃうんでちょっとまずいけども。はい、ジョーンさんと、ジョーンさんは SNS 何をやられてますか？X とインスタグラムと TikTok です。はい、TikTok も上げられてる。上げてます、はい、お、ギターを弾いてるところなんかも上がってたりしますか？まだないです、あの下手すぎるので。ここじゃ上がっていくかも。はい、はい、アンポマナカさんは SNS 何をやられてますか？今のところ Twitter だから今 X だけなんですけど、はい、これから YouTube とか TikTok とか徐々に始めていこうかなって思ってます。はい、うん、見ましょう、はい、うん、そして、お二人が出演するのは10月25日の、はい、マジハピライブ、はい、おい、はい、ぜひぜひ、うん、マジハピライブです、はい、中目黒トライで、そうで10月25日水曜日、はい、ぜひぜひ2人出ます、はい、うん、2人とバンドが見れますので、はい、あとなんか私たちも見れるんですよね。そう、私たちも同じ日にいるんで、はい、よかったら来てください、はい、もう出てますんでぜひ来てください、はい、うん、僕もあの町田市の市民フォーラムで、はいはい、9月11日ですね、はい、よろしくお願いします、はい、冬木さんもライブ出演されますので、うん、ぜひ行きましょう。詳しい情報なんか皆さん SNS ねやってますので、うん、ファインもツイッターかな、はい、を見ていただければと思います、うん、はい、何か言っておくことありますか？いや、ないです。大丈夫ですか？はいはい、このマジハピの、番組自体もツイッターをやツイッター X をやってますので、うん、よかったらマジハピキャンペーンで、はいはい、検索してチェックしていただければと思います。これ、はい、YouTube はやってないんですか？ YouTube にも上がります。あります。これは、はい、そうです、あの、はい、今月の20日ぐらい
に、はい、うん、渋谷クロス FM の YouTube に上がりました、うん、はい、あとでもマジハピも YouTube チャンネルはあるので、はい、うん、あるけど今上げてないからね、はい、はい、うん、でも皆さん過去放送も見れますので、うん、ぜひぜひチェックしていただければと思います。はい、はい、はい、それではまた来月第1水曜日19時にお会いしましょう。それでは皆さん、まあ、来月10月だね。そうだよ、そうですよ、そうだよ、あっという間ですよ、うん、ね、今年も残すところあと2ヶ月3そう3ヶ月、もうあと15秒とかだから、まあ、来月ぐらいは、はい、うん、はい、もう涼しいだろうな。おせち料理やってますね、予約、おせち料理の予約。それではまた来月も元気にお会いしましょう。さようなら。早すぎるだろう。